これに助けられることが多い。本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、皆さんって普段どんな場所でお仕事をされていますか？職種業種によって様々な環境があるかと思います。工場で機械の音に包まれながら日々仕事を頑張る方もいたり、自宅にオフィスを構えて和室の中でカタカタとデスクワークをしている方、あとは高層ビルの非常に高いフロアでオフィスを構えている方もいるかもしれません。ただどの仕事にも共通して言えることって、ずっとずっと毎日365日その場所だけで仕事ができるわけではありませんよね。普段とは異なった違った環境で仕事をしないといけないことというのも社会人になると非常によくある話です。自分が拠点としているホームタウン付近であれば、何か外で仕事をしないといけなくなった場合、だいたいどの場所に行けばどんな環境があるかって把握できているんですが、出張ですよね、違う地域に行ったりした場合ってこれ結構困るんですよ。例えばアポを取った会社さん同士のこの途中の時間を使ってカフェで仕事をしようとか、例えば駅の新幹線の待っている間にどこかでちょっと1時間ぐらいあるから東京駅の中で仕事がしたいってなった場合、自分が知ってる場所ではないので、どの場所に行けばどんな仕事環境を構築できるのかって結構難しい。これを調べている時間ももったいないし、いざ行ったらあれ電源ないよと、iPad とか PC のバッテリーやばいからここでは仕事ができない、場所を変えないといけないとか、そういったこともあるわけですよね。個人的に外で仕事をする際にすっごく影響してくるものって一体何かというと、 Wi-Fi 環境と電源の環境とスペース、この3つです。この3つがちゃんと揃っておかないと仕事ってめちゃめちゃやりづらくなります。では今日は私がその3つをどのように意識的にコントロールしているのかですね、この企画をお送りしたいと思います。本日の企画はこちら、カフェ仕事の生産性と効率を上げる仕事道具紹介。というわけで今回は私が持っている仕事道具の中から、もうカフェでの仕事とか、あとはもう新幹線の机の上みたいな普段とは異なった作業環境、仕事環境でもきっちりと生産性を上げていける、もう超役立ちアイテム紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それでは行ってみましょう。今回は3つのテーマに分けてお話ししていきます。1つは Wi-Fi 環境、そして2つ目は電源の環境、3つ目はスペースの環境ですね。この3つのカテゴリーで分けていきます。それでは1つ目は Wi-Fi 環境なんですけれども、皆さん Wi-Fi って上手に使いこなせてますか、というか見つけられていますか？自宅とか会社であれば自分が契約しているですね Wi-Fi があるので、まあ、ルーターからパスワードをちゃんと登録しておけば、もう大抵の場所では高速なスピードでインターネットすることができます。自分は39歳ですけれども、もうちっちゃい頃から考えるともうありえないスピードになってます。自宅で超高画質の動画とかオンラインゲームが当たり前のようにできる時代になったわけですよね。当然自宅のゲームとか環境だけではなく仕事もそうです。もう仕事で Wi-Fi というのは切っても切れない存在になっちゃいました。メールのやり取りだけではもうありません。非常に大きいデータの例えばやり取りですね、資料とかのやり取りはもちろんですが、最近であればオンライン、Zoom とかですよね、オンラインでの打ち合わせ、ウェビナー、会議、セミナーみたいにオンラインソフトを使って離れた環境の方と打ち合わせをする、なんなら実際に会ったことがないけれども打ち合わせはしょっちゅうしている方もたくさんいるかと思います。このようにもうオフライン、インターネットを使わずに仕事をすることってほぼ不可能になってきてるんですよね。そしてそのインターネット環境においてとても大事なのが Wi-Fi 環境になってきます。Wi-Fi 自体は調べてもらうとお分かりかと思いますが、世の中目には見えませんが大量の Wi-Fi が目の前飛び交っとるわけですよね。もちろん全てを使えるわけではありません。例えばこの動画を編集している自宅の横にあるお隣さんの家の Wi-Fi も飛んでますが、それ使うことできませんよね。基本的にはパスワードによってこうロックかけられてるので、誰でも簡単に使うことができないわけです。一方で無料で開放されている Wi-Fi もあります。
観光地とか、あとは商店街とか、あとはスターバックスさんとか、そういった特定の場所に行くと顧客への、まあ、サービスの一環として、まあ、Wi-Fi のパスワードが公開されています。ただ問題はなんですよ。ただ問題は毎回毎回スタバとか Wi-Fi 環境があるところに行けるわけではないということ。また入ってよし無料 Wi-Fi あるやん使えると思っていざアクセスするとべらぼうにスピードが遅い時とかあるわけです。うまいことを自分が求めているスピード環境に入ればバッチリなんですけども、そうじゃないことの方がぶっちゃけ多いんです。さあじゃあこの Wi-Fi 問題環境どうするのか、このアイテムを使えば解決します。おすすめする一つ目の仕事道具はこちらです。高速ギガチャージチーター Wi-Fi。 これはですね、いわゆるモバイル Wi-Fi でございます。これ一個持っとくとめちゃめちゃ便利です。ちょっとスペックとか内容紹介していきますが、まず端末自体は見た目めちゃめちゃちっちゃいゲーム機みたいでしょう。デザインもマットなブラックなのでビジネスマンとしては嬉しいデザインですよね。あまり奇抜な色であるとちょっとね、他の仕事道具との相性を気にしてしまうんですけれども、どんなビジネスシーンにもマッチするような超シンプルなデザインになっています。でこのモバイル Wi-Fi どんな特徴があるのか、操作の前にですけれども、まず契約自体は不要になってます。面倒な手続きというのが一切なくいけてます。そして端末自体はもう買い切り型になってくるので、毎月の月額料金はかかりません。自分がギガを全部使い終わった後追加する時のみコストがかかってきます。そして受け取った後すぐ使うことができます。もちろんこれギガ使い切ってしまった後は申請しないといけません。追加購入する時間帯がちょっと遅くなってしまうと即日使えなくなるケースもありますが、購入した段階ではすぐ使うことができます。通信制限というのがありません。これはいいですよね。要はもうギガを買って使ってしまうともう使えなくなるだけになるので通信制限概念がありません。10ギガ使ってなくなってしもうたら追加というイメージですね。でこちらの、モバイル Wi-Fi はですね、3大キャリアに対応していますので、ドコモ、au、ソフトバンク、この最適な電波を自動でキャッチするようになっております。また海外ギガを買うだけで海外でも使用することができるというのがこのチーター Wi-Fi ですね。モバイル Wi-Fi を利用されている方って結構分かれると思います。会社から支給されている方であれば営業マンさんって結構持ってると思うんですが、そういった外回りされない方って会社支給がないので、モバイル Wi-Fi って一度は見たことがあるけれども使ったことがない、便利さが分からないという方多いかもしれませんが、チーター Wi-Fi 持っとくともうとにかくめちゃめちゃ便利なんです。まずもうシチュエーション、最初に言ったみたいに場所選ばなくなります。自分がカフェに入って接続した時に思いのほかスピードが出なかったとしても、チーター Wi-Fi があればこれ問題ありません。下りの最大速度は 150Mbps、 上りの最大速度は 50Mbps になってくるので、もう基本的な、まあ、データのやり取りとか動画視聴まで何の問題もなくストレスフリーで対応することができます。ただし地域とか場所によってですよ、このモバイル Wi-Fi のスピードが落ちたりするケースがあるので、このあたりは注意してください。ただ一般的なカフェがあるような地上階であれば、下手するとそういったカフェで提供されている Wi-Fi よりかは早いケースの方が多かったりします。あと基本的には電波 Wi-Fi っていろんな人がアクセス接続すればするほど一人当たりのスピードと落ちてしまいますよね。スターバックスとか行った場合ってあんだけたくさんの方がその Wi-Fi 取りに行ってるので、やっぱりこの空いている時間と混雑している時間ではスピードの安定さって変わってきます。ただこのモバイル Wi-Fi は自分専用機になってきますので、基本的には自分だけの Wi-Fi ですよね。ご自身の仕事道具10台まではこの Wi-Fi 使うことができます。周囲の人に使われることは基本的にパスワードを教えない限り大丈夫なので、このあたりのスピードの安定性も嬉しいところですよね。で後ほどのこのギガ購入画面で伝えますけれども、ギガ数選ぶことができます。有効期限は365日1年間、まあ使い切るでしょう。そして対応している国はなんと136カ国、なので海外出張に行くとか家族で海外旅行に行った時とかですよね。日本国内でも自分で Wi-Fi 探すの面倒なのに海外に行くとなおさらですよ。
Wi-Fi ってどれが無料 Wi-Fi なのか、アクセスしたものの無料 Wi-Fi 使用登録ページが英語表記されるのでわけわからんとなるわけですね。チーター Wi-Fi 持っておけば普段の操作画面から簡単にセッティングできますので、困ることなく海外でも簡単に Wi-Fi 使うことができるわけです。で、今ちょっと海外での使用シーンとかカフェでの困った時のお話しましたが、それだけでもありません。例えばですね、お子様いる方とか車でちょっとキャンプに行こうとかなった場合、スマートフォンで映画を見せろ、車の中で見てる DVD は嫌だと、ネットフリックスが見たいという場合ってありますよね。はい、ただ残念ながらうちの車とか普通車にはそんな機能がありません。そういった時にですね、こういった Wi-Fi 一つ持っておけば、まあ、タブレットつないで車の中、長時間の旅行でもゲームであったりとか動画を簡単に見ることができるわけですね。で、先に端末コストを伝えておきます。ギガ付きでまず最初購入できるんですけれども、100ギガ付きで 25,980 円、50ギガで 23,980 円、30ギガが 22,980 円、10ギガが 29,80 円ですね。1年間のギガ有効期限があることを考えると、差額で見ると多分100ギガがもう一番いいかなと思っています。で、もちろんなくなった場合追加で購入することができます。購入の仕方の後ほど解説しますが、100ギガの追加が6980円、50ギガが4980円、30ギガが3280円、10ギガが1480円、こちら追加で購入することができます。海外用のギガに関しては概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。それでは実際にこれどのように操作してギガの購入であったり Wi-Fi つないでいくのか、端末を操作しながら解説していきましょう。では本体解説していきます。 USB-C でこれ充電できるようになっています。こちらですね、上段右上にですね、電源ボタンがありますので、これ長押しします。長押しするとですね、このように一旦立ち上がってから、本体自体が自分の地域、今どんな地域にいてどのキャリアが適しているのか自動でこう取り込むようになっています。そして一度これね、電源のスイッチ入れてしまえばスマートフォンと操作結構似ていて、上方向へスライドして6回以上になっています。中央の液晶モニターはタッチパネルになっているので、指でスライドしてロックを解除しましょう。そうするとですね、これがホーム画面になります。 Wi-Fi 強度と中央に Wi-Fi の種類、右上にはですねバッテリー残量が何パーセント残ってるのか、中央の画面をスライドすることによってデータ残量があとどれぐらいあるのか、あとは QR コードをデータ節約設定とか、あとはテザリング、 SIM カードの管理など、本当に簡単に設定をタッチして変えていくことができます。ご自身のパソコンやタブレットからこちら接続したい場合は Wi-Fi をチェックして、そしてその下側にあるパスワードの部分を打ち込むか、もしくは QR コードというのをタッチすると QR コード画面が出てきます。これをデバイスで読み込むことによって自動で設定することができます。接続デバイスというボタンを押すと、今自分が接続しているデバイス何と接続しているのかチェックすることができます。複雑な機能、複雑な操作性ではありませんので、誰でも簡単に使えるというのも魅力ですよね。そしてもしデータを使い切ってしまった場合、どのように購入するのかなんですが、こちら購入者段階で説明書ついてきますが、 LINE の公式アカウントもしくは公式サイトの QR コードが載っています。ここにアクセスすることによって購入することができます。当日の3時 PM、 15時まで購入した場合は即日チャージが可能ですが、15時を回ってしまった場合は翌営業日にチャージされてしまいますので、もし急ぎでなくなってしまった場合はちょっとご注意していただいた方がいいかなと思います。このチーター Wi-Fi 本当に一つ持っておけば、今まで困っていた Wi-Fi 探しとか Wi-Fi が安定しなかった問題かなり解決してくれますので、ぜひチェックしてみてください。仕事からプライベートまで非常に活躍するアイテムかなと思います。それでは2つ目のテーマ、電源環境。カフェに入って仕事しようと思ったけれども電源がない場所、電源がない席に座ってしまった場合困りますよね。非常に重たい作業をしておるとどんどんバッテリーが減っていくわけです。こんな時に助けてくれるのがもうこちらですね。はい、何度登場したことか、アンカーさんのモバイルバッテリー733パワーバンクです。
私もねこれ使い始めてもう1年ぐらいになりますが、アンカーさんの独自技術のガンプライムを採用されています。合計で最大 65W 出力が対応可能になっていて、折りたたみ式プラグ搭載の USB-C 入力対応になっています。スマートフォンは基本的な iPhone シリーズはもちろんですが、ノート PC は MacBook Air の2020年 M1 から2021年の Pro 16インチモデルまで対応しています。とにかく同時で急速充電できるというのがこのアンカーさんのガンプライムシリーズの特徴でございます。 USB-C ポートが2つと USB-A ポートが1つ、そして大容量1万ミリアンペアワーの大容量になっているので、 iPhone シリーズ、まあ、14とかのシリーズであればだいたい約2回 iPad mini 第6世代であれば1回以上の充電が可能になっています。確かに値段はします。アンカーさんのホームページでは14,990円、しかもバッテリーの中ではやっぱり重たくてでかい部類には入るんですけれども、ただいざという時に、何かこう複数のデバイスを充電したい、急速充電したい、2つ3つのデバイスであればこのアンカーの733パワーバンクを使ったら大抵のもの1回はフル充電できるよっていう点では、やっぱりこの商品というのは非常に強い魅力的なんですよね。確かに他のメーカーさんがですね素晴らしいプロダクトを出しています。もうよりコンパクトで薄くなってるものとかありますが、この容量でこの出力ができるという点では今のところやっぱりまだ733パワーバンクというのを推している状況ですね。それでは最後3つ目のテーマ、小スペースカーの話でいきましょう。もうドドンと一気にいきます。3つのデバイスを紹介します。1つ目は Galaxy Z Fold 4、 そして2つ目のキーボードはオールテックの折りたたみ式キーボード、そして3つ目のマウスはエレコムさんのキャップクリッププロでございます。まあこれ過去ストーリーで出している3セットなんですが、これ小スペースには最高にいいんですよね。先に言っておく、こういった話をするとストーリーでもありましたが、 Galaxy Z Fold 4よりも iPad mini とかの方がよくねと言われるんですけれども、あえて Z Fold 4を伝えたいんですよ。折りたたみスマホって確かに値段めちゃめちゃ高いですし、使っている方少ないですが、めちゃめちゃ高機能です。まあ、ゲーム、YouTube、動画視聴もちろんですけれども、Notion とかある程度 Google カレンダーみたいなスケジュール管理系アプリもサクサク動きますし、開くことによって iPad mini まではいきませんが、それに匹敵するぐらいのモニターサイズ持ってくることができますので、スマートフォンとしても使えるし、タブレットとしても使えるわけですね。そしてさらにこのタブレットモードを効率化していくために必要になってくるのが、オールテックのこの折りたたみキーボードと、キャップクリッププロ、エレコムさんのマウスです。この3セット揃っておけばですね、基本的には PC と同様の感覚で仕事を進めていくことができます。特に Galaxy Z Fold 4 Android の方はですね、個人的には iPad に比べてマウス操作やりやすい、より PC に近いような操作することができますので、本当にこう違和感なくメールをチェック、返信とかスケジュールの管理することができます。全部開いても本当に小スペース。これであれば広くないカフェというか、ある程度自分のブース、狭いブースで何か仕事をしないといけない時にもパッと広げてささっと仕事することができるわけですよね。まあ、折りたたみスマートフォンはあまり買う気はないよ、高いしいらないよという方はもちろんここ iPad でも代用することが可能ですが、ぜひですねこの他のキーボードとマウスというのもチェックしてみてください。ここだけ言うとね、じゃあノートパソコン持っていきやと思うかもしれませんが、それと若干また話は違うんですよね。もちろんまあノート PC やれば仕事はできますが、ノート PC って一体型なので、ちょっと手元でメモを取りたいとかノートを広げたいってなった時にもうコーヒーのトレーどこ置こうかなっていうのでガチャ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 なるわけですよ。 iPad とか Galaxy Z Fold 4があればモニターを簡単に移動したり、キーボードにすぐ移動することができるので、手前のスペースで何か手帳とかノートを開いて作業することができます。そしてデジタルデバイスではありませんが、せっかくなので皆様に紹介しておきたいのはロルミニですね。ロルバーンのミニサイズになります。超小型。普段動画でメインでは登場してこないんですが、よく私はですね仕事のこの胸ポケットとかに入れています。何かというと、今みたいな状況、限られたスペースでですね A5 サイズのノート出すって結構やっぱりこう大変なんですよ。コーヒーのトレーどこ置こうかなって迷
毎回なるわけなんで、これめちゃちっちゃいです、ゴムバンドを外していただいて、リングタイプのノートなので開いて裏側に表紙を持っていけば簡単にこのように書き込むことができるわけですよね。まあ、何かカフェ作業ではないですよ。電車の中で思いついた時とかにメモアプリではなくて実際に書き込みたいんだよという方にはロルミに非常にいいメモ帳ですので、ぜひこちらもですね合わせてチェックしてみてください。はい、というわけで今回は限られたエリアとか違った環境でも仕事の生産性効率を上げていく仕事道具を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。どれも素晴らしいアプリでございます。まあ、後半のですね、まあ、オルテックのキーボードとかは、まあ、かなり仕事向けなんですけれども、それこそアンカーの733パワーバンクとか、まあ、今回メインでですね紹介させていただいたチーター Wi-Fi ですね、このあたりは仕事だけではなく家族でも本当に使うアイテムになってきますので、ご家族がいる方とか、あとはまあカップルの方とか、普段一人以外で行動する方、良ければぜひぜひチェックしてみてください。仕事だけではなくて暮らしのクオリティもググッと上がっていくかと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。